剣では勝てぬぞ。石人形、ちょ、マジかよ。ってことはあれやん。ち、こいつやけに硬いな。まるで石みたいだぜ。石人形だからね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、びっくりマークが出てるのは誰？お、おばちゃんやん。あ、その格好で泳いでるのね。まあ、とりあえず水着ではあるけど。アイナちゃん、あの笛のかけらが欲しいんでしょ？地下おばさんの私に任せてちょうだい。地下おばさん。実は私、地下の奥深くですごい笛が祀られてるって話を聞いたの。行ってみる価値はあると思うわ。地下の奥深くか。ひょっとしたらあそこかもしれないぞ。アイナ、先に行って様子を見てくるぞ。準備ができたらオイラのところに来るんだぞ。なんか走ってったけど。アイナ。ん？笛のかけらを探しに地下に行くのね。これあげる。あ、料理？ありがとう、キノコハンバーグ。助かる。うまくできてるかわからないけど、行動でお腹が空いたら食べてね。ただ濡れてないかな、これ。行動で笛にかけらを探すなら、まずマシモちゃんのところに行くのよ。マシモちゃんにはきっと、行動仮想の昇降基地にワープすればすぐに会えるわよ。了解です。やまびこの笛って言うんや。笛の名前まで知っとんやね。はい、それじゃあ行きますか。とりあえず、どこや？ここか。はい、昇降基地にワープ。さあ、そして、ん？どこだ？あ、こっちか。あっとんか。おったおったおった。はい、どうも。うおー、来たかいな。ここがオイラが話した、例の笛のかけらがありそうな心当たりの場所ぞ。この岩の壁の奥に、きっとお宝がある空間が広がってる。オイラの花がお宝石を捕らえたんだぞ。マジで？でも今までのとこみたいになんか壊しやすそうな壁じゃないけど。頼むぞ、アイナ。道を遮る岩の壁をお前のハンマーでぶっ壊すんだぞ。なるほど、そういうことね。間違えた。間違えた。水まきよった。さあ、行くよ、行くよ。出たかな。お、抜けたんじゃない？あ、来た来た来たー。うおー、さすがだぞ、アイナ。見事に岩を壊したぞ。確かに奥に何かありそうだ。アイナ、このまま進んでみようぜ。金の鉱脈を探す笛を見つけるためだぞ。怖いけど、オイラもついていくぞ。マシモがついてくる。ちょ、待って。こういうのね、ちゃんと取っていこう。なんか部屋みたいな。ん？何これ。おお、地下にこんなでかい建物があるなんて、これが噂の神殿ってやつか？オイラ思い出したぞ。これは大昔、ビルダーが作った神殿だぞ。きっと地震で地面に埋まったんだぞ。ほう、じゃあこれも話に聞く古のビルダーってやつが。だが、どうやらこれだけでかい建物は、さすがの教団も壊さなかったみたいだな。オンバが言ってた、笛のかけらがある場所に間違いなさそうだ。早速行ってみようぜ。オイラ怖くてガクガクブルブルだぞ。お前らこんな怪しい建物に入る気か？体の震えを自分の口で言うなんて、お前よっぽど怖いんだな。まあ無理はしなくていいぜ。だったらあとは任せたぞ。中で笛のかけらを手に入れて戻ってくるんだぞ。オイラはその間に手前の入り口の穴を広げておいてやるぞ。心置きなく笛のかけらを探すんだぞ。なるほど。もう消えた。早。あ、導きの玉あるやん。とりあえず触っとこう。これ大事ね。はい。導きの玉を起動した。何かしらが現れそうな感じの音楽流れよるけど大丈夫か。なんだここは。すごい建物じゃないか。地下にこんな場所があるなんてな。こういう場所は怪しい仕掛けや謎がありそうだ。なかなか面白そうだぜ。絶対私めんどくさいやつやん。おい、アイナ、あれ見ろよ。なになに？動き出しそう。今にも動き出しそう。絶対私が苦手な感じのやつやん。他のところには石像が並んでやがるのに、あの2箇所だけ石像がないな。これは怪しい匂いがするぜ。俺の勘だが、あの2箇所に石像を置けば何か起きるんじゃないか？襲ってくるんじゃない？大丈夫？ん？おい、アイナ。来てみろよ。この扉開くみたいだぜ。え、開くところがあるの？行く行く。
開いた。あ、あそこにあるんじゃない？あ、看板やったわ。ただの看板やった。あ、宝箱あるやん。どうしたいな。ゴールドラッシュとやらを復活するために、ゴールドの頼みを聞いてやろうぜ。そうじゃなくってさ。赤き板で赤き箱を引き寄せよ。青き床に赤き箱を運ぶのだ。さすれば道は開かれん。どういうこと？赤き板で赤き箱を引き寄せる。青き床に赤き箱を運ぶ。青い床の上に赤い箱を運ぶ。赤い板で赤い箱を引き寄せる。一体何のことだ？謎を解けば神殿の奥に住めそうだな。赤いのを調べてどうにかしてみろよ。ねえ、これめっちゃなんかモンスター入ってそうじゃない？大丈夫？呪われそうなんやけど。え？え？これ開けれんの？え？開けれないのこれ。うわ、跳ね返される。あ、これ、引き寄せる。ほう。なるほど。で、あれの上にやればいいってことや。ちょ、待って、これ邪魔じゃね？あ、もしかしてこれを、のけます。で、引き寄せる。ん？ん？あ、ちょっと待って。これ、あれか。ここに置けばいいってことかな。これで、え？あ、でもこれやったら引き寄せれんのかな。あ、引き寄せれるんや。へえ。じゃあこれであとここをやったらいいんじゃない？入ったー。あ、色が変わった。あ、呪いが解けたよ。ドクロマークがなくなった。鍵や鍵。それは扉の鍵か？うんうん。その鍵があればあそこの扉を開けそうだな。扉を開いたらもっと奥に進んでみようぜ。あの広場に置く石像を探すんだ。石像持ち運びできるやつなの？押していくとかじゃなくて？はい。違う違う違う。え？鍵が合わない？どういうこと？あ、びっくりした。そういうことか。さあ、これで、なんか迷子になりそう、私。めっちゃ普通に迷子になりそう。絶対これあれやん。真ん中の宝箱絶対いかんやつやない。ふぅ。出てくるよ、出てくるよ、ほらー。ね？ね？で？はい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 。別に、あれやん。戦う必要ないやろ。さいなら。さいなら。ん？ここから来たんよね。え、違った？こっちからか。待って、どこがなんだかよくわかんないんだけど。あ、ここ違うところや。え、またなんか引き寄せるやつ？これ。ぽいね、ぽいね。あ、看板あるやん。赤き板で赤き箱を引き寄せよ。青き床に赤き箱を運ぶのだ。砂を置き、意のままに赤き箱を動かすべし。さすれば道は開かれん。ち、またこの仕掛けか。今度は簡単にはいかなそうだな。砂を置けば赤い箱の動きを操れるのか。よし、あとは任せた。うまいこと仕掛けを解いて、もっと奥に進もうぜ。ふんふん。ってことは、この辺の使えってことやね。え、青い床どれ？あ、これか。あ、なに？なんか崩れたんだけど。砂？上に乗ったら崩れるのか。ちょっと待って、はい。引き寄せて、え？で？引き寄せ、追う？わからねえ。ちょ、待って。え？これは？とりあえず、ここを通したいんやけど。ん？通したいんやけど。ってことは、ここにこれを置いて、え？なんだ？どうだ？あれ？これ自体を持ち上げるとかはまあ無理か。え、待って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 。あれ？ほ、動かせねえ。待って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 、積んだんじゃないこれ普通に。元に戻すにはどうすればいいんだ。あ、そんな範囲でできる。あ、そういうこと？なるほどね。え、ってことは、これで、ちょっと待って、砂。
あ、違う、間違えた。これ砂取って、で、ここに置くやん。で、これで引き寄せて、で、これで、はい、間通った、からの、ここ行くやろ？で、こっち引き寄せて、砂砂砂。ここの砂を取って、で、この位置に置く。で、引き寄せ、引き寄せ。あー、違う、ちょっと待って。ちょ、待って。これ、え、なんだ、どこにやればいいんだ？ここに置く。これで、あー、いったいったいった。オッケー。また鍵かな。鍵や鍵。これはどこの鍵？ここかな？はい、鍵。使います。なんか、どこも同じような場所なんよね。やめていただきたいわ、そういうの。そういうの。え、ここ崩れとるやん。あ、でも、普通に端っこ進める感じ？あ、そういう感じね。普通の RPG やったら絶対ここ通れんとこやで。そういうとこも通れてしまうと。なに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 ？なんか穴開いていきようやけどやめてや。あ、銅像あった。動かん？大丈夫これ。え？これどうするん？これどうするん？ねえ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 。え？うわぁ、モテる！やば。え、なに？あ、持ったらなんか開けるようになった。ちょ、待ってね。はい。あ、鍵鍵。なんかちょっと。うん。その鍵、今までの鍵と違うみたいだな。金の鍵か。ここまでこんな鍵を使う扉あったか？一度神殿の入り口まで戻ってみようぜ。石像一つ手に入った。その鍵で扉を開けて進めば、きっともう一つの石像があるはずだ。ふんふん。ということやけん、とりあえず持ち上げて、神殿入り口にワープしよう。さあ、それじゃあ、この像を置きましょう。とりあえず、一体を、どこ？え？どこや？こっち？あー、これか。はいはい。上がれない。とりあえず一体ここに、逆向き？ほっ。ちょ、待って。はい、置きます。で、この金の鍵を使う場所は一体どこなんですかね？とりあえず、あ、ここ？これじゃない？ぽいね、ぽいね。はい。よし、進もう。確実に何かがありそうな感じがするけど大丈夫か。とりあえずこっち？もうな、びっくり。ちょっと通らせていただきますね。はい。剣では勝てぬぞ。石人魚じゃマジかよ。ってことはあれやん。ち、こいつやけに硬いな。まるで石みたいだぜ。石人魚だからね。剣や斧は効かないみたいだ。ひょっとするとここはビルダン出番かもな。私しかできんということっすね。ちょっと。お！え、敵よりやん。違う？向こうからの攻撃か。あー、痛い！やめてよー。これ、溜め攻撃とかの方がいいんかな？関係ないんかな？別に。あ、溜め攻撃できなかったわ。いやー！連続。怖い。連続。うっしゃい！レベル上がったー！てか、めっちゃ弱かったな。あ、なんか宝箱いっぱいある。レベル16。そこの取れるかな。よし。あいな、魔物を倒してまた一緒に強くなれたな。せっかく強くなったんだ。そろそろ新しい技でも覚えたらどうだ？何？
お前、物を作るものはどんどん思いつくのに、この手のことになるとからっきしだな。よし、俺が何か考えてやろう。そうだな、今よりも広い範囲を派手に壊せる新しいハンマーの技はどうだ。いいか、俺の言う通りにしろ。まずいつものようにハンマーを振る。ふんふん。そしてハンマーを振りながら X でそのまま思い切り振り下ろす。悪くない。これでハンマーの技が2つになった。壊したい範囲によって使い分けろよな。お、炸裂ハンマーを覚えた。なるほど。さっきの石人形は石材になったのか。炸裂ハンマーを覚えた。 ZR を押しながら X を押すと炸裂ハンマーが繰り出される。とても広い範囲を一気に壊せるぞ。お、なになに、新たなレシピ。ハンマーかな、違うやん。鉄の斧、鉄の刃にグリップをつけた斧を指導専用装備や。石人形を倒した。今更やっとそこ。よし、石野郎をなんとかぶっ壊したな。どうやら石でできたものにはビルダーのハンマーが効くらしい。奴らがまた出てきたら頼むぜ。ん？あゆな、奥にまた鍵付きの扉があるぜ。宝箱の中に鍵はないか。あ、取れる取れる。あ、爆弾やこっちは。じゃ、こっちが、鍵やね。また金のか、金の鍵や、金の鍵。よし、進もう。さあ、この先は？ん？なんか水辺に来たぞ。ここもまた、あれですよね。なんか、動物の骨みたいなのあるけど。赤き板で赤き箱を引き寄せよ。青き床に赤き箱を運ぶのだ。水は引き合う力を阻むもの。水源はブロックで囲みせき止めるべし。さすれば道は開かれん。おいおい、またこの仕掛けかよ。今度は水ってわけだ。この水を止めればいいのか。だが乾きの壺じゃダメだろうしな。どうするあいな。この水ってこれのこと？ってことは、まあ普通にあれですよね。よいしょ。違う違う。あ、そういう感じ？これを四方に置いていけばいいってこと？よいしょよいしょ。てか、これの上に置けばいいんじゃないかなって思ったんやけど、違うんかな。あ、この上には置けんのや。なるほど、そういうことか。ふんふん。なんかこういう感じでさ。どうよ。あ、まだダメなの？もう大丈夫かなって思ったんやけど。どうすかね。こんな感じで。あ、一応ここもか。なるほど。ということやから、この辺も、埋めていきまして。てか、ここをせき止めればいいってことかな？ OK？ ん？ OK じゃないのか。は、こういうこと？お、これで OK やね。よし、行くか。んと、赤き箱はこれか。で、青いのがあれか。うんうん、OK。引き寄せ、この引き寄せは、あ、オッケーオッケー。そしてこっちに引き寄せ、そして、ま、ここに持ってきたいんやけど、とりあえず、ん？違うね、こっちやね。これで、これでいけるかな。あ、これで無理か。え？ということは？どれだ？一旦これで引き寄せて。あ、違う。違う。ここに置いて。あれ？でもこれ。あ、ここに一個あるな。違う違う違う。サボテンを。違う違う。
これで壊して引き寄せからの、あ、ここ、あ、待って、行き過ぎた行き過ぎたでもこれでもういけるやろ。はい、 OK、 いけたー、ふう、よし。この下の箱、これ何？これこれこれ持ち上げれんのや。へえ。まあいっか、とりあえず、よいしょ。これも飾りとして持って帰れるってことかな。じゃあ開いとこ、わかりづらいけんさあこれで、これがここの鍵ってことかな。よし、進んでいこう。あとは引き返せ。何、誰ん、引き返せだと。アイナ、お前いつからそんな偉そうな口の利き方になったんだ。何喋ったな、え、これ、気持ち悪いんやけど。喋ったな、この仮面だだと。全然見えてなかった。チッ、偉そうな仮面だな。無視して進もうぜ。キモいキモい。引き返せ。一体ずつに言われる。待って、私今めっちゃ、なんか変わってよ、カタカナに。キモいんですけど。鍵が、あれ、鍵がない。え、鍵がないよ。どこにあるん、鍵。え、ないないない。こっち？こっちに行けばいいんか。なるほど。あ、あったよ。お、またあの石像があったな。これで石像は2体見つけた。最初のヒューバに戻って台の上に置いてみようぜ。よーし、行きましょう。さあ、これで、宝箱を。よし。じゃあ最初の広場に戻りますか。あの仮面何やったんやろ。めっちゃ不気味やったね。これで右側に置く場所が、このちょっと高くなっとるところね。はい、オッケー。なんだこの揺れは。おい、アイナ、石像たちの様子がおかしい。やっぱり動き出す？いやー、やめてよ。我ら動く石像じゃねえわ、マジで。え、ってことはまたあれですか？またハンマーじゃない？石像やもん。ほら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 。あ、でもめっちゃきつい。ちょ、やめて。あー、痛い！でもこれで、てい！いっけい！そんなに変わらんな。範囲だけでこれで変わるの。なるほどね。ネタ振りすんなよ。よいしょよいしょ。範囲しか変わらんのやったら普通にやったらいいね、別に。よいしょよいしょよいしょ。動かない石像。あっという間にやっつけれるわ。いや、私結構動く石像がさ、小さい頃のトラウマやけんさ、めちゃくちゃドット絵でも私は怖かったんだよ。ドラクエ5でさ、レヌール城でいきなり動き出す動く石像が。いい、いい。オッケー、いけたー。イェイ。うん。なになに？あ、宝箱。お？あそこの宝箱開いたみたいだぜ。もしかしてあれが笛のかけら？複雑な仕掛けとでかい石像に守られてたんだ。きっとすごいものが入ってるぜ。きっと笛のかけらですね。ということで、開けに行こう。ただあの引き返せがすごい気になるんやけど大丈夫なんか。ほら、笛のかけら、あったー。笛のかけらを手に入れた。やったね。おお、それがゴルドが持ってやがった。やめこの笛の残り半分か。まったく、なんだってこのでかい建物に大げさにしまい込んであるんだ。まあいい、それをくっつければ金の鉱脈を探せるんだろう。一度ゴルドのところに戻ろうぜ。さあ、戻りますか。ってことで、はい。ああ、ようやく拠点へ帰れる。ただいま。
帰ってきたよ。うごご、アリナ、笛のかけら手に入れたのか。俺、思い出した。その笛半分にして俺から奪ったの、メドーサボールだ。メドーサボール？敵の名前？そう。でも何のために？笛があれば、いろいろなものを探せます。きっと教団にとって邪魔だったんでしょうね。だけどだとしたら、どうして半分だけ神殿にしまっておいたのかしら。わからないけど、俺いつかメドーサボール倒す。そのためにもゴールドマンに戻りたい。さあ、アユナ、金探すために笛作ってくれ。くっつけるだけじゃない。ボンドとかでよくない？そういうことじゃない。やまびこの笛、珍しい鉱石の場所を知らせる不思議な笛。吹くと鉱石の場所を音で知らせてくれる。へぇー。じゃあそれを、まあ、作れと。そういうことですね。どこ？あ、これや。やまびこの笛。はい、完成。ビルダー道具ゲット。貴重な鉱石を探し出せる。ビルダー道具4、笛。やまびこの笛を吹いてみよう。こう、ん？金鉱の場所から音符が返ってくる。音符をたどって金鉱を探そう。ふんふんふん。作ったよ。まあまあまあ、それ、やまびこの笛じゃない。またまたとんでもないものを作っちゃったわね。アイナちゃんが行ってきた建物は、昔地上にあった神殿よ。メドーサボールが地下に沈めたみたい。メドーサボールはね、美しいものや光り輝くものを壊したり石にしたりするらしいの。だからゴルドンちゃんも、行動の鉱石も全部石にしたのよ。みんなに絶望を与えるために。はぁ、この鉱山街の宝石といえる私も、石にされないように気をつけなくちゃ。え、それならペロやろ。そうそう、その笛は求めるものがある場所を指し示すんでしょ。これで金の鉱脈もきっと見つけ出せるわね。便利なものが手に入ってしまった。おう、新しいビルダー道具を手に入れたんだな。四つ目か。そこそこ数が増えてきたな。ビルダー道具をうまく使い分けるには。ビルダー道具リスト。ビルダー道具が増えてきた。A を長押しすると全てのビルダー道具をリストから選ぶことができるぞ。ふんふんふん。何？次は。やまびこの笛を吹けば、坑道にある金の鉱脈も探せるはずだ。早速坑道の仮装に行ってきてほしい。けどよ、地下は広いし、金は岩の中にうつもれてるはずだ。闇雲に笛を吹いても見つからねえぜ。そうね。それじゃあまず地下坑道の仮装、昇降基地の南にある南西坑道のあたりで吹いてみたらどうかしら。オイラもあのあたりはなんとなく禁止を感じたぞ。あのあたりを手当たり次第に掘ってみるぞ。笛を吹く南西坑道には迷わないようにワープで行くといいわよ。あゆな、金を探しに坑道に行くのね。これ、持って行って。キノコハンバーグ、ごくありがとう。あなたなら、金の鉱脈も見つけられるわ。でも、危険なことはしないでね。あいつ、いつもいつもアイナに食い物を渡してきやがるな。どういうつもりなんだ？あら、やだ。シドウちゃんって乙女心がわからないのね。ウブなんだから。アユナ、さっさと行ってきやがれ。やまびこの笛で、金の鉱脈を3つ探すんだ。3つもか。なるほどね。てか、どういう乙女心か私にもわからんよ。女同士やしな。よーし、あと371や、頑張ろう。ということなので、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あの引き返せって言った仮面は後々関係してくるってことかな。じゃなかったらあの後別に何の危険もなかったもんね。普通に帰ってきたし。